マカは南米ペルーに植生するアブラナ科の多年生植物。根は薬用ハーブとして使われる。別名マッカマカ、マイのアヤックチチラ、アヤックウィルク。俗名ロープディムはギリシャ語のレピダイオンから来ている。その実の形から小さな臨片という意味である。ペルーでは広くマカと呼ばれている植物は総クプによれば記録されているもので100種類あり。 うち11種類がペルーに自生する。インカ帝国時代から重要な食物として栽培され、強烈な紫外線と酸性土壌、昼夜の温度差の激しい過酷な自然環境に育つ。土壌の栄養素をまんべんなく吸い取るため一度マカを栽培した土地は数年間不毛になると言われる。種まきの時期は10から11月、収穫は1年後の6から7月。 収穫後は3ヶ月以上強烈な太陽光線の元天日乾燥する。乾燥したマカの根は7年もの年月の貯蔵に耐えることから保存食としても用いられる。栽培地は不妊圏ボンボン高原など標高4000から5000メートルの高地が適する。約2000年前にすでにアンデス高地で栽培されており、インカ帝国の時代には、 特権階級の食べ物として陳調され、戦勝を挙げた兵士への報酬として与えられたという研究もある。現地ではマカをアンデスの人参と呼び、自用食として現地の代表的な家畜であるリャマト少量のマカが取引されていた。現在マカは原産国であるペルー政府の貴重な外科獲得資源となっており、マカそのものをペルー国外に持ち出すことは、 法律で禁止されている。日本では、1990年に大阪で開催された国際下と緑の博覧会で、ペルー政府が紹介したのが初めてで、アルベルト・フジモリ大統領の公認として、アンデス農業生物資源研究所の所長である、塩田哲夫が、博覧会で、マカの素晴らしさを伝えていた。その後、1997年11月、当時は、 ペルーの日系法人であったコペルニックスジャパンが健康食品としてマカを紹介した。翌年、当時のペルー大統領であった藤森が来日し、マカを含むペルーの特産品の紹介に努めた。2001年5月10日、TBS、回復、スパスパ人間学、2003年1月2日、日本テレビ、世界行天グルメ特装スペシャルでマカが紹介され、 一般に知られるようになる。統計によると、2003年から2006年にかけて、日本は、マカの対輸出国として、アメリカ合衆国に次いで、第2位の座をキープしており、ペルー国内のマカ輸出商社計120社余りのうち、約40社が日本と取引を行っている。現在は、日本の薬局、ドラッグストア、通信販売等で、多くのマカ加工食品が売られている。 スペインはペルーを征服した時、スペイン軍の連れてきた馬が、高地の環境に順応できず、荒廃して、子供を作ることなく死んでしまう危機に瀕した際、原住民の勧めで、マカの葉を馬に与えたところ、見事馬の繁殖に成功し、結果的に、インカ帝国の征服に成功したということが、当時のスペインの記録に残されている。必須栄養素を多く含み、 アンデスで栽培される植物の中でも極めて優れた栄養値を示す。乾燥マカ 100g の栄養構成は、炭水化物 59g、タンパク質 10.2g、繊維 8.5g、脂質 2.2g で、他に大量の必須アミノ酸や、ジャガイモの倍以上の鉄分とカルシウムを含む。その他リノール酸、パルミチン酸、オレイン酸といった脂肪酸、ビタミン B 群、 ミネラル、グルコシノレート等も含有する。以下、一般的なマカ粉末 100g あたりの主要な栄養成分の分析結果を示す。日本食品分析センター調べ2001年、カルロス・キロース博士の発表論文、マカの種子、目、成熟植物及び派生市販商品におけるグルコシノレート含有量によれば、グルコシノレートは、 乳腺といの元素外剤であることが報告されている。マカにおけるグルコシノレート含有量鈴鹿医療科学大学大学院保健衛生学研究科の研究において、高年期障害やストレスから来る若年性高年期障害に対し行われるホルモン補充療法の一つとして、マカの効果が十分期待できるものと考えられると発表された。日本農芸科学会の発表によれば、 マウスの遊泳運動実験の結果、マカ抽出物には持久力向上、抗疲労作用を有することが示唆された。同学会が翌年行った実験では、マウスに高脂肪食とマカ抽出物を並行して与えたところ、マカ抽出物には抗肥満作用を有することが示唆された。熱帯植物溶蘭熱帯植物研究会、妖賢道、年、第 131ページ。ISBN4 から92万4395から 03X。雑誌、そもそ1996年6月1日号、医学と生物学、第145巻、第2号2002年8月10日。ありがとうございます。